フランチャイズ版「タイガーファンディング新しい未来をつかみ取れキャッチ・ザ・フランチャイズ」ではどうぞ失礼します今宵も全国展開の野望を抱く志願者が。 フランチャイズの猛者たちへと食らいつく、えー。ではまずご経歴をどうぞ。岡崎三34歳。北海道から参りました。最終学歴は専門学校を卒業で、現在は株式会社ノースサイドの代表をしております。次に株式会社フランチャイズチャンネルに求めるサポート内容は、加盟店開発をお願いしたいです。あなたが思い描く未来の姿は、長期的な安定収入が作れるトランクルームを全国展開し、 会社員やフリーランスの収入の柱を作りたい。では、オーロラナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッツアフランチャイズ。えー、それでは、岡崎さんの簡単なご経歴をお説明ください。はい。専門学校を卒業後、民間企業に就職しまして、えっと、3年間勤めた後、父親が公務員だったこともあり、えっと、地元の市役所に転職をしました。 市役所では、えっと、最初の3年間は、えっと、国民健康保険の徴収ですとか、差し押さえ業務を従事しておりました。その後、部署移動がございまして、地下鉄ですとか、えっと、路面電車の経理、補助金に関する業務を4年半ほど務めまして、2020年9月に、えっと、市役所を退職しまして、えっと、現在に至ります。はい。今回の事業プランについてご説明ください。はい。 今回はですね、屋内型トランクルームということで、トランクルームといいますと、屋外のコンテナタイプと、屋内のビルの中にパーティーションを組んだ屋内タイプと、あとは宅配型ということで、段ボールに箱に荷物を詰めて倉庫に送るという3つのタイプがトランクルームでございます。今回はその中の屋内型トランクルームということで、広さが大体25坪から40坪程度の広さの路面店ですとか、こういったビルの 中にパーテーションを組んで、えっ、ー、と、一般のお客さんに向けて貸し出すというようなサービスになります。はい、それをフランチャイズ展開したいということですね。そうです。はい。わ、はい、かりました。